厚田区にある、曹東宗の寺院。三号は、白鳥山。天朝年間、空海が、厚田神宮に参同した際に、日本穂高を敬い、延命地蔵菩薩像を掘って、少子を建立したのが、始まりとされる。白鳥寮の宝物を誤示する寺であることから、曹操期は、宝持寺と称していた。宝徳元年、あるいは文明年間に遠藤理事二世。 名谷義光によって、総当州の寺院として再興され、上皇年間に、現在の寺号である宝持寺に改称。古くは、厚田神宮大宮市、千秋市の菩提書でもあったと伝わる。戦国時代、織田信長が、桶狭間の戦いに向かう途中たちより、必勝祈願をしている。法暦7年の大火で寺院の建物全てを、消失するも復興。その繁栄の様子は、 終わり名所図にも描かれている。かつては、達中十が因を数えたが、後に三が因を残して廃絶、残った三が因は、松字となった。現在、松字は、先の三因を含めて二十三火事あったという。白鳥山法持寺、金廃百六十八年、永平寺より上豪界の自覚を許され、また、有栖川の宮一品新郎の祈願書とされた。 1928年5月17日の空襲で、本尊や解散像など11体を除いた前山を消失。また、6月9日の厚田空襲の際にも被害を受け、焼夷弾に焼かれた金牌石が現在も山和前に残されている。1955年5月、戦災復興都市計画に基づき休憩内は、宮中学校となり、道を一本挟んだ現在地に移転した。 法持寺には、多くの廃人が立ち寄り、松尾芭蕉や林霧派、若山牧水学会を開いたことでも知られる。芭蕉の寄稿文、野ざらし寄稿には、同時で、芭蕉、霧派、若原孝丹を、練習として三人化星を催したことが記されている。1五十七年、昭和三十二年から三十年間、大相撲名古屋場所の際の美穂が関部屋の宿舎として、 使用され、境内には、横綱、北の海の石碑や土俵の跡などがある。ありがとうございます。